落合博満の予言的中。メジャーデビュー戦1回 KO の山本由伸へ放った本音が当たりすぎてて怖い。そんなバカな。 NPB では3年連続投手4冠王、3年連続沢村賞と日本球界最高投手の山本由伸がわずか1イニングで交代となり、日本球界では全く見られなかった無残な黒星スタートとなった。3月21日開幕シリーズのパドレスとの第2試合、メジャーの第一歩を韓国で踏み出したが、スタッツは1回43球、被安打4、奪三振2、四死球2、失点5とかなりほろ苦いデビュー戦だった。日本人投手デビュー戦で1回での降板は1999年の大岡智和の1回3分の0を上回る最速での KO、 さらに5失点は2012年のダルビッシュ有、その大岡の4失点を上回る日本人投手デビュー戦最多失点となった。専門家が見てもメジャーでも NPB 同様無双で活躍するという意見も多くある一方、案外メジャーのパワーヒッターに苦労するのではという意見もあった。そこで3度の三冠王を獲得した俺流落合博満氏が開幕前から山本に対しある予言をしていた。それが当たる形になったのだが、いきなりメジャーの壁にぶつかった山本由伸。これが世界最高峰メジャーの洗礼か。山本はオープン戦から大不振であった。成績は3試合に登板し9回3分の2を投げ0勝1敗、防御率 8.38。 オープン戦の成績は悪かったが、そこはオープン戦だと割り切っている。3月の間に確認することはたくさんできた。しっかりと開幕へ向けていい準備ができたと話していた。しかしメジャーはそんなに甘くはなく、デビュー戦も山本は本来の調子が戻らず、試合も乱打戦の末11対15でドジャースが敗れ、試合に負けてしまった悔しさがある。これからいい投球をしてチームに貢献できるようにしたいですと肩を落とした。そもそも山本由伸はメジャーでは通用しないのではと不安視する声も一部にはあった。根拠はこうだ。ほぼ1年前の去年3月20日、第5回 WBC 準決勝のメキシコの本気のメジャー打線にいとも簡単に打ち込まれたことだ。登板は侍ジャパンの佐々木朗希が打ち込まれ0対3で負けている5回だった。劣勢の中でマウンドに上がり、山本はビハインドの展開をイメージして準備していました。チャンスはたくさんあったので、とにかく粘り強く投げようと思いましたと、メキシコ打線を7回まで無安打に封じる好投で流れを呼んだ。その裏、吉田正尚の起死回生の同点スリーランが飛び出した。ただその直後の8回表、レイズ主砲のアロザレーナに二塁打を許すと、続くレッドソックスのベルドゥーゴに左中間を破る勝ち越し二塁打を浴び失点、ナショナルズのメネセスにもレフト前ヒットを許し1・3塁となった。いとも簡単にメキシコのメジャー軍団は NPB では無双状態の山本を攻略したのだ。山本は屈辱の降板となった後、同点に追いついてもらった後また追加点を取られてしまったので、そこは悔しいと唇を噛みしめた。試合は野球史に残る死闘となり、最後はドジャースのチームメートである大谷翔平と村上宗隆の連打で劇的なサヨナラ勝ちを収めた。その後山本らしく試合に勝ててよかったと打線に感謝するが、メジャーの強打者に完全に力負けした感じだった。まず山本由伸のメジャーリーグ挑戦への心配の声は体格の小柄さというのが一つだ。山本の体格は178センチ、80キロ、メジャーの平均体格は188センチ95キロと言われ、 MLB 選手の中ではかなり小さい。 WBC で見られたように実力というより単にパワーの差が出てしまうのではないかと心配する声も納得だ。それと身長が低いと手指が相対的に短くなる。 WBC のボールもそうだったが、メジャーのボールは NPB で使用するボールより若干大きい。そのため手指が短い投手は投げにくさを感じるのではないかという意見もある。また山本は WBC のメキシコ戦同様大一番で少し精神的に弱いところも気になるという意見もある。去年の日本シリーズでは山本は阪神との対戦で苦戦した。10月28日の第1戦で山本はまさかの7失点を喫し途中降板するという結果に終わった。阪神打線はさほど強力というわけでもないので山本がメジャーで成功するかどうかに疑問を投げかけることとなった。そしてドジャースは全米で1位2位を争う人気球団。オリックスに在籍した山本は常に満員のスタジアム大歓声の中で投げるというのは初めての経験であろう。オリックスとは違い常に大一番といった状況を経験したことがないだけに不安という意見もあった。恐るべき落合博満の山本由伸への予言。そんな開幕前の山本由伸をレジェンド落合博満はどう見ていたのか。昨シーズン日本プロ野球で2年連続ノーヒットノーランを達成した山本について落合はそれだけ力があったということなんだろうけども果たしてそこまで各球団の打者をやり込めるだけのボールを放ってたかというとちょっと疑問符はつくという感じだねと辛口の持論を展開した。続けて NPB では24連勝した田中将大と同じような現象なのかもしれない。これが出てきたら我々はお手上げだよと精神的に思わせたというのもあるのかもわかんない。でもなぜそこまでバッターというのは攻略法を考えなかったのかなっていうのはちょっと疑問点に思うんだよねと現在の日本の各バッターの不甲斐なさも述べる。では落合自身が山本由伸と対峙した場合にいかに攻略するのか。まっすぐだけ俺が打者だったら彼のまっすぐ1本に絞るとシンプルに言ってのけた。その他のボールは対応できる。変化球っていうのはまっすぐの球速より遅いわけだよ。こっちの準備がちゃんとそれに対応できればどんな変化球が来たって対応できるはずなの。バッターが一番苦労するのは何かって言えばそのピッチャーのまっすぐが攻略するには一番難しい。力と力の勝負になっちゃうんでね。だから力負けしないようにって考えると要するにスピードとの勝負だからまっすぐに立ち遅れないような準備の仕方をしてあと変化球は右足の軸足にきちっと体重を乗っけて我慢できればそれで対応できると鋭い見解で東大屈指の右腕山本由伸の攻略法を俺流分析した。山本は最速159キロを計測するストレートフォークスライダースプリットカーブシュートカットボールなど多彩な変化球を投げ分ける。そして落合は山本を攻略するっていうのはバッター次第だよとも強調した。ドジャースの西地区のライバルでもあるパドレスとの開幕戦落合の予言は見事に当たった。落合がアドバイスしたわけでもないが強打のパドレス打線は狙い球を絞り容赦なかった。先頭1番のボガーツは落合の言う通りストレートを狙っていた。山本が秘密といったメジャーでの初球この試合最速となる 96.6 マイル約 155.5 キロのフォーシームをいきなり投じたがこれぐらいの直球は NPB では通用してもメジャーでは通用しなかった。簡単にセンター前に弾き返された。続く2番タティス・ジュニアには決め球のスプリットが抜けてデッドボールを与えると続くクロネンワースにはライト線への三塁打を許しワンアウトも取れないまま2点を失った。そして4番マチャドにはフォアボールを与えノーアウト1・3塁から韓国の英雄キム・ハソンにセンターへの犠牲を打たれて3点目を失った。プロファーの打席では山本は冷静さを失ったのか冒頭でワンアウト2塁となったがカットボールで初の三振を奪った。しかしカンプサーノは打ち取ったかに見えたが三塁線の打球をマンシーが取れず4点目。ツーアウト2塁からウェイドにライト前ヒットを浴びて5失点となった。その後メリルはカーブで三振に仕留めたものの初回だけで4安打を浴び1回だけで42球を投じた。ベンチでは大谷にお尻を叩かれロバーツ監督と話し合う場面があった。2回の守備では早くも2番手投手がマウンドに上がり、山本は屈辱の降板となった。無念の山本は立ち上がりからコントロールができず失点につながってしまった。なるべく早く切り替えて次の試合に臨みたいと反省。セットポジションに入ってからの投球が乱れた。修正するポイントは分かっている。投手コーチと話しながら次の試合に向かっていきたいと切り替えた。ノムさんは山本由伸にフォークボーラーを勧める。アメリカのメジャーではスプリットとフォークを区別することは少ない。スプリットとフォークの違いは主に球速と落ち幅にある。多くの場合、人差し指と中指の間で挟んで投げたボールはスプリットとされる。一方、日本ではフォークと比べ球速があり、落ち幅の狭い球をスプリットと表現する場合がある。山本の決め球に151キロのフォーク、スプリットがある。それを踏まえて、今は亡き野村克也氏は山本の得意球をフォークとして説明する。昔からそうだが、外国人とやるときは縦の変化球、フォークがものすごく有効。外国ではあまり投げないからフォークと、山本の決め球の一つである151キロのフォーク勝負を提言する。レベルは落ちるが、2019年のプレミア12では山本由伸がパワーのある外国人バッターを見事にフォークで連続三振を奪い、ピンチを切り抜けると、野村は腕の振りがいいから打者が幻惑されるのかな、思い切って手を振って変化で球が来る、山本のフォークは世界に通用すると褒めちぎった。フォークの使い手としてメジャーで新人王を獲得した野茂英雄、佐々木一弘がいる。去年お化けフォークのニューヨークメッツ千賀滉大はルーキーイヤーながら29試合に登板し12勝7敗、リーグ2位の防御率 2.98、202奪三振の好成績を挙げていた。ノムさんが生きていたらメジャーではもっとフォークを投げろと言うだろう。また以前野村が落合と対談した時に、ストレート待ってて対応できるのは落合だけだ。落合ほどの打者であれば山本を攻略できると思うが、それを実行するのは普通の選手にとって難しいことなんだと、山本由伸を攻略する難しさを語っていた。しかしメジャーでは極端に山を張り、三振を恐れずホームランだけを狙う打者もいる。山本由伸はメジャーで簡単に攻略されてしまう下地は大いにあったのだ。落合の予言は見事に当たったが、山本由伸がノックアウトされる前日の3月20日の開幕戦、注目を集めたのはダルビッシュ対大谷翔平の初対決だった。1回ノーアウト1塁の状況だったこともあり、初球を速球で入ったダルビッシュは併殺狙いで大谷に臨んだ。選んだ球種は通常であれば詰まらせたくとも、一発のある大谷にはリスクの高い内角の速球系ではなく、メジャー日本人投手伝統の外角への沈む球だが、ダルビッシュはそこに特有の変化を加味した。これまでのダルビッシュではさほど見られなかった軌道で、時速146キロで小さく速く外へ沈む球はスプリットと進化を交えたような、いわばスプリンカーだった。事前に大谷対策を熟慮していたダルビッシュが新たな球種を用意していたとしても不思議ではなかった。そしてその球で大谷を見事に封じた。ダルビッシュは開幕戦ということもあり、もともと75球前後での交代を予定していた。とはいえドジャースの MVP 打線を前にして3回3分の2を投げて1失点、自責点0という好内容だった。メジャーでの先輩の貫禄を見せ、今シーズンも上々のスタートを切ったと言えるだろう。そんなダルビッシュ有はファンからの山本由伸はメジャーでは厳しいと思いますかとの問いかけに、余裕で通用すると思いますと答え太鼓判を押す。しかし昨年12月にメジャー投手史上最高額となる12年総額3億2500万ドル約463億円の契約を締結した山本には、アメリカメディアは登板前から見る目は厳しかった。現地メディアや指揮者からもまさかの1回 KO に苦言が呈された。米紙ロサンゼルスタイムスはあまりに請求が良くなかった、そしてあまりに自信もなさそうだったと指摘した。良いところなく降板を余儀なくされた山本由伸、ここからいかに己を高め、先輩たちのアドバイスを聞き、ベストな状態にアジャストしていくかが大きな注目となりそうだ。今回は屈辱の1イニングノックアウト。皆さんは今後の山本由伸をどう予想しますか？よろしければコメント欄で教えてください。